どうもよろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日もプロ21選手キャリアをやっていきたいと思います。最近はだいたいリーグの画面とかを映してスタートしてたので、なんかめちゃくちゃ久しぶりにこの一番最初の画面から始まる気がする。うん。いや、ということで今日が、トッテナムに来て50戦目ですね。うん。50試合目ということになります。このミランとの試合。今のところ49試合で8ゴール、17アシスト。まあ悪くないですが、まあ、ここで2点、ババンと決めて、50試合に乗ったタイミングで、ゴール2桁いけたらいいなって。無理です。無理だけど頑張ります。それではやっていきましょう。今日のトッテナムホットスパースタジアムは、はい、ということでやっていきます。ヨーロッパリーグの準決勝だっけ。うん、ヨーロッパリーグ準々決勝やっていきます。さあ、ファーストリーグは2点差つけて勝ってるんで、まあ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 、ここは安全に安全にいけばしっかりと勝つことはできるでしょう。うん、ということでちゃんと勝ちに行きましょう。大丈夫？オッケー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 。うん。まあまずいか、大丈夫か、大丈夫か。これは待って、いやー、点が入るの早いよ。ちょっと待って待って待って、困るなそういうのは。最後は至近距離からのシュートでしたね。もうなんかサクッと決められちゃったな。なんか僕全然守備戻ってないし、これは良くないですね。いやこのままじゃ良くない。普通にこっから負けるパターンあるよ。良くないよ。しそこに渡った。ロブで上を狙います。さあ、これは僕が取れたら熱いか。サイドのスペースを使います。さあ、どうだ。まだある。よし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 、どうだ？ああ、ダメだ。惜しい。うまく対応しました。にゃーん。さあ、いいんじゃない？いいパスが出ました。サイド、ラメラに通して。ラメラから僕に来る。どうだ、これ。戻して、デレアリ。惜しい。デレアリのシュートはキーパーの正面。うん。いや、ここは守らなきゃいけない。前半、最後。さあ、しっかりと守った。さあ、前半の最後にもう一度攻めるチャンスが来た。デレアリ。よし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 。さあ、いいよ。ケインに出して。ケインからラメラ。ボールを持って上がります。にゃーっと、どうなる。あーっと、時間切れか。前半が終了しました。うん、スコアは1対0。1点のリードでハーフタイムを迎えます。はい、ということで後半やっていきましょう。やばいですね。後半戦のスタートです。すごく眠すぎて、多分前半はほとんど喋っていない。この、何？プレイじゃないところで、プレイもやばいんだけど、実況として非常にやばいことになっている。ここはディフェンダーが読んでいました。取ってるのは関係ない。僕。よし。にゃーっと。さあ。にゃーっと、走り回ってしまった。どうだ？いいパス出したんじゃない？さあ、ソンフミ走っていく。何かしてきそうですが。さあ、もらって、決めれるかどうか。何その。デレアリのオフサイドです。待って、今僕シュートのキーをしてたんだけど、何が起きたらあんな頭になるの？いやー。ひどいシュートを打ちましたね。うん。ヨナス・ホフマン。見事なやばいか、やばいか、これ止めないとまずいよ。いいナイス、ナイスだが、まだある。いや、ナイス、よく止めた。ナイス、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 ナイス。ここで取られる。いやー、ボール取られた、まずい。取られた、まずい。取られた、まずい。キーパーに返そう。うん。ナイス、いいね。なんとかなってる。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ケインに渡して。ハリケイン。ケインから、さあ、ラメラ。うまいパス回し。チャンスを伺います。ラメラからもらって、蹴っていく。いやー、これは惜しい。惜しいね。なかなか悪くなかったけど。まあ、これコーナーということで。どうなる？さあ、入れていく。さあ、拾って、しっかりシュートに行ったが、これは止められてしまう。まだあるよ。どうだ？ハンド？
ハンドですか？さあ、いい位置からのフリーキックになった。僕の、なんか、ちょっと無理あるだろっていうミドルシュートが、多分相手のハンドを誘発して、いい位置からのフリーキック。PK はいつも入らないケインですけど、フリーキックはどうか。うん。さあ、いい位置から、ケインのフリーキック、どうなる？いやー、決めていく！ナイス！ PK より、フリーキックの方が得意だ、ケイン。完璧、ナイス！いや、いいね。決めてくれました。これは僕もなんか、変わったということにしてもらっていいんじゃない？いや、いいね、強い。普通に速いね、球が。ナイス、ナイス、ナイス。キーパーから視点通ってたけど。いやー。壁の上を越えて、ゴールの隅に結構速い球が入りましたね。ナイス！ここまでのアグリゲートスコアは3対1です。OK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 、いい感じです。合計スコアで3対1、また2点差に戻しました。いいねー。頑張っていきましょう。僕も点数取りに行きましょう。うん。さあ、残り時間もうすぐ10分というところ。さあ、ソフミンが落として、デリアリ。いやーいいよ。さあ、ソフミン。さあ、決めれるか。ここはゴールキーパーの後半だ。惜しい、キーパーの手前。何？いやー、ダメだ。やばい。僕の能力が低い、今。普通の。普通に僕の能力が低すぎる。喋れない。言葉が出てこない。いい感じです。うん。やばい、これ普通に。まずい。やばかった、危な。強烈なシュートでしたが。いや、シュート入れられたことだったね、危ない。うん。さあ、残り時間はもうないですが、僕が最後のチャンスになったか。さあ、どうだ？うーん、脇に入らない。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたから、しょうがないと思います。どうだろう、でも、悪くない。いや、いい、結構いいシュートだったんじゃない今。うん。いやー、時間ない中、とにかく、シュート打ってみましたが、さすがに入らず、残り時間はもう1分、プラスアディショナルというところで、うん。レベン・ロフタスチーク。何？なんか、熱い展開になった。ケインから？デリアリ？またまた通ります。どうだ？これもらえたら、熱い、熱い、熱い、ある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 、ないって入らないの？いやー、キーパーに止められますね。うん、ここで試合終了。ここで試合終了の末、いやー、惜しかった。まあ、とりあえず、勝ちました。3対1と。まあ、今日の試合引き分けだったけど、うん、しっかりと、前回のファーストレグの勝ちを生かして、突破ですね。うん。サッカーにはもってこいの天気に恵まれました。さて、こっちとって、本日の2戦目は、リーグ戦、バーンリーですね。うん。いやー、リーグの方はちょっと優勝はさすがに厳しいという状況ですが、なるべくいい順位で終わりにしたいなというところ。まあまあ、一応厳しいけど可能性もあるしね、1位の。うん。まあ、そのためにも勝たなきゃいけないということで。まあ、とにかく、ルーズボールになっています。まあ、すべて残りの試合は勝つという気持ちで、やっていきたいなと思います。うん。ソン・フンミン。いやー。残された試合で、優秀の技術。あ、いいよ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 、いいパス回って。どうだ？いやー、違う、マイナスに出そうと思ったわけじゃない。どうだ？これハンド？よし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 。僕のミドルシュート最近なんか相手の手に当たりまくるんだけど。狙ってると思われるかもしれない、そろそろ。助かりましたね。場合によっては、今のがカードになることもありますからね。あ、これ手に当たったんだ。それはかわいそうだな。うん。やっぱ僕ちょっと手を狙って蹴ってる説があるな、ミドルシュート。前回の試合もいい位置でフリーキック得て、ケイン。そしてケイン、不得意な PK だが。いや、入れていった。やっと入れましたね。でも別にケインがね、PK 不得意なわけじゃないんだけど、このキャリアに、このキャリアモードの、このシリーズに関しては、ちょっと、めちゃくちゃ PK 失敗してたからね。うん。いやーよかった。ここはしっかりと決めてましたね。ナイス。うん。キッカーのスキルの高さが伺います。あ、いい位置。
いい球もらった。前に運んでいます。どうだこれ。ケイン惜しい。いや今の僕ケインスルーパスじゃなくて普通のパスで足元に渡せればケインなら打てたな。多分スルーにしちゃったせいで相手との距離が詰まって蹴れなかったね。いやーミスった。まあでも悪くない形一つ作ったなというところ。うん、いやーしっかりとここは守って、うん、守備から行きましょう。いやーっと やばい、そうでもない大丈夫だ。さあクロス上げられるか。いやーナイス、よく止めた。さあさあ止めた。さあいいよ前で。うん、あ、前半終了か。全然時間見てなかった。入ります。いやースタンドから。いやさあ後半開始。現在トッテナムがリードしています。なんでデレアリーって言った。デレアリーがボール持ってたから言った。いやーさあ後半戦です。ダメです、眠いですね。デレアリー、いやーさあさあさあ、どうしよう、どうしよう。選択肢が出てこない。とりあえず渡してみます。うん。いやー、仲間がどうするか。あ、何今、なんか、狙ったんじゃないヘディングみたいな。チャンスを伺います。え、いいんじゃない。何を狙うのか。さあ、どうでしょう。惜しい。オフサイド。チャンスにはなりません。いやー、そうそう、オフサイドか。ごめん。うん。さあ、いいよ。いい球もらって。うわ、一度止めて。さあ、切り込んで、自分で行く。惜しい。これ良かったんじゃない。めっちゃシュート強かった。いや、今の、ま、キーパーが強かったという感じじゃないですか、今のシュートは。悪くなかったですね。今日はよくやっていたように見えますが、ここで、さあ、ソン・フンミン、コーナーキックを蹴り込んでいく。これは厳しいか。うん、ただ、仲間に拾って、さあ、僕、いやー、逆サイドまで走ろう。逆サイド走って右足でクロス。よし、どうだ？どうだ？さあ、ナイス、デリアリー。いやー、完璧。やっぱ、利き足でクロス蹴れると、いいね。うん。まあ、なんで左側を選んだんだって感じになっちゃうけど、それだったら。さあ、左サイドバックですが、真ん中にバックがいつもいるし、右にいる時の方が活躍する。宮戸氏の。うん。デイアリーナイスヘッドで決めてくれましたね。うん。いやー、ナイスシュー。オッケーオッケー。さあ、PK1 個誘発して、1アシストと。まあ、実質2アシストみたいな働きしてますね、今回の宮戸氏の。非常に優秀。いい感じです。残り20分。あとはもう自分の得点だけ頑張って攻めていきましょう。いやーどうだ、それはちょっとね届かない。うん、いや、あ、珍しいというか久しぶりだね。ちょっとさすがにスタミナなさすぎた。久しぶりに下げられ途中交代になりました。じゃあ残りの試合観戦していきますか。うん、選手がピッチに入ります。いやーいやー、まあどうしよう。ウエストウッド言うて観戦にしてもギブソン、そんなに、あれ、いつも観戦にすると結構がっつり喋るんだけど、自分がプレイする必要なくなるから、まあ喋れるようになるということで。いやー、まっついんじゃないそれ。危ない。ナイス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 。危なかった今のは。うん、いや、なんか、僕がいなくなった途端、コミュニケーションエラー半端なくない？いやー。そして、いやー、相手選手交代と。あー、いやー、とりあえず、バリオス、なんで、あんなミスをするの？やめて。やばいよ、やばいよ、やばいよ、いや、マジで？まだ諦めていません。マジか。これで1点差ですね。僕がいなくなった瞬間、ガタガタじゃない？僕いつも映像が来ました。発見ないけど、なんだろう、僕がいつもいるポジションじゃないから、今崩れまくってたの。僕関係ないんだけど。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。急に崩れるじゃん、みんな。大丈夫？この1点守ってる。さすがに残り1点、9分間守り通して。
これ負けたらちょっと悲しいよ、僕は。ドハティ。さすがに。オッケーオッケーオッケー。いや、なんかみんな急に動きが悪くなってびっくりした、今。いやー、まあ、パスしっかり回して、安全に終わらせてもいいよ。いい、それでもいいよ。そうですね。うん。狭いところでも、しっかりパスを繋ぐという意思が見えますね。ジェズス、後ろに一度戻して。さあ、どうする？ためを作って、サイド。ジェズス。だから、もう一度サイド。ソンフミンに渡った。いや、ソンフミン。ここは、どうだ？クロス上げられるか。一度切り返して、後ろに戻す。さあ、ドハティ。中へ切り込んだ。どうする？ソンフミン。いや、なかなか。決め切るチャンスがないままアディショナルタイムになりましたね。いや、まあ、このまま終わってくれれば一応言って、うちのチームの勝ちなので、このまま終わってくれてもいいですよ。さあ、いいね、時間使ってる、ソンフミン。さあ、ここで相手に奪われるが、これはもう時間ないんじゃないかな？おっと？いやー、そういうとこで試合終了。よかった。いや、なんか、本当に急に。失点したの焦ったけど大丈夫でしたね。問題なしということで、次も期待しています。はい、ということで、ま、今日の、ま、2試合終えて、あ、なんだ、僕正直自分が何してたかあんま覚えてない。ま、ミドルシュート蹴って、相手のシュートというか相手の手を狙ってね、しっかりと2発ほど蹴り込んでおいたんで、うん、フリーキックと PK と、まあ、ケインがね、PK、今回は久しぶりに決めてくれたというところで、まあ、フリーキックも直接で入れてくれて、まあ、だいぶ、ケインがうまく、ね、僕が手を狙ったシュートをいっぱい打つから、それを活かしてくれたということで、うん。まあ、何言ってるかわかんないけど、まあ、そんなわけでヨーロッパリーグは、準々決勝突破して、まあ、次回というか、まあ、回の動画という意味ではなくて、次の対戦はナポリと準決勝語っていきます。そして、セビージャ、ヘルトベルリンの勝者と決勝戦という感じですね。しっかりと、残り、ホームアウェイがあるから2試合ってわけじゃないんだけど、うん。いやー、残り2つ倒せば優勝です。頑張っていきましょう。うん。リーグの方はこんな感じですね。残りの試合数が、何試合だっけ？残りの試合数、38試合あるよね？プレミアは。だから、あと5試合。残り5試合で、アーセナルが1試合消化が多くて75ということで、うん。次勝って34試合の、72になったとしたら、残り4試合で、勝ち点3差。いや、結構まだあるな。結構ギリギリな勝負。アーセナル、リバプール、シティが、まだ上にいますが、本当にまだまだわからない。いや、なんか、ちょっと厳しいかなと思ってたんだけど、こうしてみるとまだなんかありそうな感じがしますね。てか、これもしかしてあれかな？アーセナルが前節負けたのかな？いやー、そんなことないや。なんでだろう。なんか気づけば追いつけそう。あ、ここの、アーセナルが、ユナイテッドと、マンチェスターユナイテッドと、引き分けと。うん。いやー、ちょっと待って、違う。そういうのがあって、まだ可能性あるなっていう感じになってきましたね。よし。ということで、次回の動画の方は、あれですね、FA カップの準決勝で、そのマンチェスターユナイテッドと当たるのかな？うん。こっちの FA カップの方もタイトルをしっかり狙って頑張っていきたいと思います。それでは、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。